エステルキ、エステルキ、ミジョエスターは、旧約聖書の中の一書。ユダヤ教の分類では、書書の一つ、キリスト教では一連の歴史物語の最後に置かれる。外典にもギリシア語版があり、さらに詳細な内容となっている。メギラーは、巻物のことであるが、単に、メギラーという場合はこの、エステルキを指す。ユダヤ教聖書では一巻の巻物になっており、 プーリムの祭りの際に、シナゴーグで読まれる。エステルの勇気によって、ユダヤ人が救われたことを祝うのが、ユダヤ教のプーリムの祭りである。ペルシャ王の記載となった、ユダヤ人女性エステルの知恵と活躍を描く、この書は、その主人公的役割を演ずるエステルの名をもって、エステル記と呼ばれる。聖書中、女性の名が署名として用いられているのは、ルツキとエステル記のみである。 ユダヤ人、モルデカイの幼女エステルは、ペルシャ王、クセルクセスの記載に選ばれる。その頃、権力者ハマンはモルデカイに対する、個人的な恨みから、ユダヤ人を皆殺しにすべく、陰謀を巡らせていた。エステルの起点によって、ユダヤ人は救われ、逆にハマンが死刑となる。これが、物語のあらすじである。聖書の他の書物にも、部分的に言われることであるが、 ペルシャの資料に存在の証拠が認められていないため、エステルは架空の人物であって、史実ではないという説もある。またこの書には、神、主という宗教的用語が使われていないという特色があり、正当性が疑われ、歴史的に聖書の聖典から外そうとする動きさえもあった。エステルとはペルシャ名で、ヘブライ語名は、ハハダダッサ、エさ、ッサ。 ヘロドトスは、クセルクセス一世が、ペルシア戦争後に整えた高級において一人の、女性、王妃アメストリスのみ名前を挙げている。アムエストイズの名とエスターの名の類似性などから、同一視する説もあるが、ヘロドトスによればアメストリスは、ペルシアの将軍の娘とされ、孤児のユダヤ人であるエステルとは、状況が一致しない。また、アメストリスは少なくとも、ヘロドトスの記録では、 強く過裂な王妃として捉えられていた様子が伝えられる。エステルの養父モルデイはペルシアの神、マルドゥクの天下であるという説もあり、その場合、ダレエオス一世の知性からクセルクセスアイオの知性まで、最大四人のマルドゥクという名の交換が確保されているため、そのうちの一人である可能性もある。この事件は、エズラキでの六章と七章の問いにあたる時代に、 相当すると考えられている。クセルクセス一世の時代のペルシアは、インドからエチオピアまで127州を統治していた。彼は、かつてのエラム王国の首都でもあり、ペルシアの首都ともなった歴史あると、スサ、ヘブライ五名シシャンで大いにつき、その3年後に180日に及ぶ、主演を開き、家臣、大臣、メディアの軍人、貴族、諸州公館などを招いた。 その後王は、スサの趣味を当て隔てなく、王宮に招き、庭園で7日間の主演を開くが、王妃、和式も宮殿内で女性のためだけの主演を開いていた。最終日に王は、和式の美しさを、交換、市民に見せようとしたが、なぜか和式は拒み、来ようとはしなかった。王は怒るが、大臣はさらに、噂が広まると、女性たちは、 王と自分の夫を軽蔑の目で見ることになるだろうと、いい、王妃、和主手を失脚させたという直書を送った。王は大臣の助言により、全国各州の美しい乙女を一人残らず、スサの高級に集めさせる。スサは、紀元前500年頃から大きなユダヤ人コミュニティのある都市だが、そこに、ベニア民族の森でかいと、ハダサー、エステルがいた。エステルは、 両親がいないため、いとこにあたるモルデカイが義父となっていた。モルデカイはエステルを応募させ、エステルは高級の観覧へ愛に目を留められ、誰にもまして王から愛され、王妃となる。王はエステルの祝縁を開く。モルデカイが王宮の門に座っていると、二人の観覧がクセルクセス一世を倒そうと凶暴していた。モルデカイはエステルを通じて、これを王に知らせ。 二人は処刑される。この段階ではまだ、モルデカイとエステルは、自分がユダヤ教徒であることを明かさないようにしていた。アクセルクセスは、アガグ人、ギリシア語版では、マケドニア人となっている、ハマンを高い地位につける。王はハマンにひざまずいて敬礼するようにとの布告を出していたが、モルデカイは従わなかった。ハマンはモルデカイに腹を立て、ユダヤ人全員の殺害を画策する。 クセルクセス地政大十二年の一月に九時、プールを投げると、アダルの月が当たった。ハマンは、クセルクセス王に、ユダヤ人への抽象を述べ、クセルクセス王の名による直所を作成させる。アダルの十三日に、すべてのユダヤ人が殺害されることが決定し、着々と準備が進んでいく。これを聞いた、ユダヤ人の多くは、祖父をまとい、灰の中に座って断食し、悲嘆にくれた。 祖父を着て広場に座ったモルデカイの存在を知ったエステルはここで初めてなぜこうなったのかを知ろうとした。ただ王へ近づくことはできないとモルデカイに返答。エステルはクセルクセストの越見に成功しハマン同席の主演を確約させる。越見に失敗した場合は死刑であった。ハマンは自宅で宴会を開きエステル、王との主演について喜んで聞かせる。 モルデカイを吊るす柱を立てる。眠れなようは、宮廷日誌を持って来させ、読ませたが、ここで、モルデカイが、王の暗殺を防いだ記録を初めて知る。エステルは、自分がユダヤ人であることを王に告げる。ハマンは、モルデカイ殺害用に建てたその柱で処刑される。ハマンの財産がエステルとモルデカイのものになる。 文書の取り消しの公約文を書く許可を得ることに成功。死亡の二十三日に、モルデカイの指示によりユダヤ人絶滅の取り消し書きが書かれる。ハマンがユダヤ人虐殺の日と定めたアダルの十三日が逆に自分たちを迫害した者への防衛の日となった。モルデカイは最小となる。聖書のギリシア語訳である七十人約聖書のエステル記は ヘブライ語版のエステル記と大筋では一致しているが、多くの追加部分があり、それ以外にも内容の異なっている部分がある。新教同約聖書ではギリシア語版のエステル記を旧約聖書続編の中に含めている。主要な追加部分は以下の通りである。それ以外の箇所でも違いは多い。例えばユダヤ人が殺した人間の数は、ヘブライ語版では七万五千人だが、 ギリシア語では一万五千人であり、また祭りの日付が、スサではアダルの月の十五日だが、他の地域では十四日であることを記している。ギリシア語版では全体に神による介入が大きい。例えば王が宮廷日誌を確認したのは、あるが王から眠りを奪われたためであり、王がエステルを許したのも、神が王の気持ちを変えて入和にさたためと記述されている。 ギリシア語版エステル記は芸術の題材としてしばしば使われ、特に王の前でエステルが倒れる場面はラシーヌの儀曲エステル他に用いられている。紀元前586年、エルサレムはバビロニアに滅ぼされ、ユダヤ人の多くは保守となり、バビロニア各地へ強制移住させられたバビロン保守、この頃からユダヤ人という言葉が使われ始めらる。 バビロニアを滅ぼしたアケメネスアサペルシャのキロス2世、ヘブライ語で、コーレシュ、ペルシア語で、クルシュは紀元前539年に直令を出し、ユダヤ人がイスラエルの地に帰るよう促した、これは史実である。実際には帰還した民はわずかであり、バビロニア地方とペルシャなどに、そのまま残留した者も,も多かったと言われる、最初のディアスポラの始まり。 外国での長い生活に慣れ、生活も安定していたために、故国に帰る必要などないというのが本音だった、という説がある。ペルシャの宗教は、ゾロアスター教であるが、他民族に、ゾロアスター教を強制することはせず、寛容政策を取ることが多かった。ユダヤ人の中にも、エズラ・ネヘミヤ、そしてこの物語に登場するモルデカイのように、帝国内で、高い地位につく者も現れた。 とも言われる。ペルシアの歴代王は、以下の通り、その後六人の王が出た後、アレクサンドロス大王によって征服される。歴史的信憑性について、単純に分けると、次の三つの立場がある。三の立場からすると、確かに、エステルキは、歴史的枠付けをもって記されており、クセルクセス時代の出来事と規定され、クセルクセスの登場、最後の文書名の登場、 正確な日時、またこの書の記述している古代ペルシャの状況は、考古学的にも歴史学的にもその正しさが証明されているという。この書は、特定の目的、ユダヤ人の解放、プーリーム祭りの起源誕と視点を持った書であることは明らかであるが、その歴史的な信憑性を疑う理由はどこにもないという立場を取る。二の歴史小説説からすれば、実際、 エステル記の著者のペルシアに対する知識は正解さを書いていると言われる。しかし、このフィクション小説も何らかの歴史的事件、少なくとも状況を反映していることはあり得ると言われる。モルデカイによってユダヤ人の敵の殺害を許す命令が出されるが、この記述はエステル記の記述の信憑性に問題を投げかけているとされる。多くの学者はこの部分は 史実ではあるまいと考えている。結論として、著者は不明であると言わざるを得ない。しかし、九時二十九分三十二などに、モルデカイと、エステルによって、プリムの祭りに関係する文書が、クセルクセスの王国にいる百二十七州のユダヤ人に、平和と真実の言葉をもって交付されたと記されており、エステル期が、これらの文書のような、何らかの実在した文書をもとに書かれたことは、 考えうることである。肯定的な立場からすると、紀元前4世紀頃、実際にペルシャに住んでいたユダヤ人によって執筆されたという学者も多い。ユダヤ人が諸国民の間に、どの州にも至るところに離散しているという様子。3.8は、ペルシア時代というより、ヘレニズム時代によく当てはまるという見解もある。エステル機は、ギリシア時代に書かれ、 その時代を背景としていると考えるとき、本書の内容がよりよく理解できるという意見もある。ある学者は、アンティオコス四世、エピファネスの知性を反映していると見る。彼の時に、ユダヤ教の弾圧があったことが確かだからである。またある学者は、老いのデメトリオス一世、ソテルの時代だとする。彼は、ニカの両将軍とする大軍を、イスラエルの地に送るが、 ユダマカバイと戦って破れ、ユダヤ人兵士はニカノルの首をはね、それを城塞にかけた。この場合、ハマンの敗北はニカノルの死を反映したものと見る。エステルキの主題は、美しい女性がそれを手段として敵を倒し、これによって自分が所属する民を救済するという構造になっている。これは本書と同じ時代に書かれたとされる外典の ユリトキの主題と全く同じである。二つの物語の相違点は、前者の場合は、主者のディアスポラが舞台であるのに対し、後者はイスラエルの地が舞台となっている、ということのみである。この話は、戦火強物語、シェヘラザードと共通した要素がある。一時、女性を信用しなくなった王は、女性不信に陥るが、ある日、美しく聡明な女性に出会い、 ついに人するという古い物語の筋である。この物語はペルシア起源のものである。さらに、エステル期に登場する男女のペア、モルデカイとエステルの名は、ペルシア神話の神、マルドゥクトイシュタールに由来するとされる。作者がペルシアのディアスポラでの話に、ペルシア神話のモチーフを織り込んだ可能性は十分に考えられる。あるいはモルデカイ・エステルはそれに由来する。 ペルシア化したユダヤ人の普通の名前だったかもしれないとする説である。ペルシア王にユダヤ人のエステルと称する王妃とモルデカイという最小がいたことは史実にもとるとされている。ユダヤ教の後の解釈ではモルデカイとエステルは夫婦ということになっている。二人の墓とされるものがイランのハマダンエクバタナにある。ここも重要な ユダヤ人コミュニティの一つだった。現在、モルデカイはユダヤ教徒男性のエスターはキリスト教徒女性の一般的な名前になっている。宗教的に見ると、この物語はまた、神の摂理のお手を教えているという書でもある。例えば、エステルが王妃になる2時17分王の暗殺計画をモルデカイが聞き、エステルに伝え、それが記録に記された。 2時21分 -23、エステルが王に願うのを一番伸ばした、5、8、そしてその晩、王が記録を読み、モルデカイに栄誉を与えようと考えたこと、6、など、その中のどれか一つでも異なった点があったならば、ユダヤ人虐殺計画は防げなかった構造になっている。また、この書には、神の名が記されていないということがよく言われる。しかし、 神の救いの語をエステル期ほど鮮やかに描き出す書物も少ないという評価もある。エステルは定めに反することではありますが、私は王のところへ参ります。このために死ななければならないのでしたら、死ぬ覚悟でおります。4時16分と決意する。エステルのこの信仰による応答があって初めて神の語行が実現していく。キリスト教ではキリスト者は、 死を覚悟してでも、神の証明に答えなければならない時がある、といった解釈がなされることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。